わ、なんだあの煙突は。なんだあれ。なんすかね。なんかすごい 高い、高くないですか。焼却場の煙突とかですかね、あれ。みたいな感じですね。行ってみましょうか。行きましょう。なんか見た感じ廃墟感がプンプンするぞ。なんかすげえなー、すげえな。あれなんだ、電波塔ですよねこれ。なんか通信所跡って書いてあるんで、そういうことみたいですね。こんなところあったんやな。これグランドセフトオートやったらまずヘリコプターで上まで行くやつですねこれ。行きたくなっちゃいますよねあれ。絶対行きますね。でそっから飛び降りて一回死んでみるみたいな。どんどんでかくなる。怖い、キモ、登りたい。でっけー巨大建造物を見るとワクワクしますね。でかっ。そうか、ちょ我々ほんと細い道行くの好きだな。これまだまっすぐか。うわまだなんかここ荒れてんな。うわうわまた狭いよ。狭い。あれこんなとこだったっけ。なんかまた道なき道行ってますけど、なんか Google マップ終わりましたけど。いや この先です、間違いなく。うわい、あ、いやまっすぐですね多分。あれ違うのかな。なんかあっちに伸びてますよこの道。ほんとだ、どっちだ。ま、なんか前自分が来た時とは違うルートで来てますけど、右の方に続いてますね。行ってみますか。ほーでけー、でかー、異質だなこれ。で続いてます。歩いていけますね。そこ眠っ、もっとちゃんとしたところがあるんですよ。ちょっと行きましょうかこっち。そうですね、もうすぐそこに入り口見えたんですけどね。本当ですか。うん、おお畑、完全に畑。何なんか生首が怖い。怖い、頭なんか穴開いてるし。行き止まりがないか。おいマジかーい、はい、やっぱさっきのところまっすぐだったみたいですね。ぽいっすね。 A few moments later。はい、我々は宿を目指す途中の長崎県の街の中、謎の巨大建造物を見つけたので、ただいま立ち寄っております。うわー高っ。開きます。うわマジか。うおやば、これめっちゃ響きますね。これ137メーターですよ。これでも137メーターですか。はい、ってことは東京タワーとかやっぱすごいんですね。この中ドローン飛ばします。無理でしょ。やばば。鳴門海峡やん。本当ここすごいんですね、潮の流れが。ねえ、ちょっとあの渦に巻き込まれてみたい。お、入った。再開始。海だわ。島が見える。トマトの島。ほんまないですけど、ほんまか。トントイトマトでできとんやな。ベニアズマ、アズマ清彦、芋を磨く。ほう。意味がわからん。呼ぶ子トンネル。あ、もうすぐ橋ですね。いい音。うん、はっすい。突入。でかっ。おお。これが寺島ですね。寺島。島だ。あんまり変わらない。あ、もう一つ橋見えてきましたよ。うわ、なんか橋に金かけすぎじゃねえやん、長崎県。あの橋もかっこいいですね。うん。よいしょ。
れん、でかっ。はい、もうすぐ長崎県の最西端とまではいかないですけど、まあだいぶ西の方までもうすぐ着きますね。あー、ようやくですよ。北緯33度線でしたっけ。どんなところかな。うわー、でっかい塔の次があの扇風機の中に入るんか。おー、かわいい橋じゃないの。これはそろそろゴールが見えてきますよ。おお、なんか佐田岬のような高揚感を少し感じるぞ。おおお、開けてきた。もうほぼゴールみたいなもんですよね、これは。あ、もうゴールですね。あの建物が目印です。わーい、ゴール。これ奥まで行けるんですよ。おお、あ、やっぱりタヌキいた。どこ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 、お前タヌキや。タヌキまた来たぜ。うわー、金玉垂れてるな。お、ほんとや、なんか廃墟みたいなのがある。あ、まあ正直あの先っぽぐらいまではバイクで行けるっちゃ行けるんですけど。着いたー。ここが一応今回のツーリングのゴール地点ですかね。そうなりますね、今回は。はあ、着いた。あ、ここは廃墟ですか。いや、これはよく分かんないですよ。多分営業してないはずですね。なんかちょっと人っ気ないですもんね。うん、ここから歩いて向こうまで行く感じですね。なるほどね。ちょっとあそこの東屋で休憩したい。僕あそこ、ああいうところでスマホをいじっててぶち壊したんですはい、皆さん見てください、これ僕のニュースマホ、 Xperia XZ プレミアム。去年のモデルですが、ウルトラかっこいいでしょ。このアルミ削り出しのビレットバンパー、これだけで1万円ぐらいしましたけど、これがあればどんなに落としても壊れません。やる？やらない。ライダーはなんでこうやってこう端っこに行きたくなるんですかね。はい、おはようございます。2日目の、青海市長崎県の海辺を走っております。アスパラさん、最高の眺めですね。グーグー。暑いですがクールインナーを水で濡らして走ると涼しいよ。涼しいですね。あ、わー、なんか死んでる。うわ、ハクビシン。なんだっけ、タヌキ、イタチなの。アライグマですかね。イタチですよ。あ、イタチ最後だった。あ、さあ、ここから山の中入っていきますよ。はい、水遊びしてる。お、いいな。のんのん日和のオープニングや。橋の上から飛び降りるやつです。季節ってやつですね。お母さん、先どうぞ。なんかそのレーシングマシンの音。ただし、あまりスピードは出ないっていう。さっきから無言でワインディングを楽しんでる。いいっすよ、全然。わかります。なんかワインディングは無言で走っちゃいますよね。うん、気持ちいい。めっちゃ気持ちいい、この道。はい。長崎県から帰る途中にある鬼木の棚田というアスパラさんの好きな棚田の中でも一番好きな棚田で、撮影してから帰ろうと思います。そんなにすごいんですか。すごい広い範囲に棚田が広がってます。あ、じゃあもうドローン映えっていうスポットですな、これ。ですね、飛ばすしかないですね。ちょっと雲が出てきたのが心配ですけど。あ、なんかドローンって飛んでる途中に雨降ってきたらどうなるんですかね。どうなんですか。なんかでもドローンのあのマビックエアーの検証動画で、こう飛んでる時に水かけたりしてるやつありましたけど、余裕で飛んでましたよ。すげえな。ペットボトルの水をジャバジャバかけてました、上から。ということは防水性能もあるってことですかね、ドローン。いや、どうなんですかね。まああんまり気にならんってことなんですよね。うん、まあ雨降っとる中飛ばすやつはおらんでしょうけど。おらんでしょうけど。右です。はい、ようこそ鬼木棚田へ。鬼がなんか、おにぎり食うてますけど。食うてますけど。めっちゃ食いてますけど。こっちか。よいしょ、登れ。お
あ、お母さんまたウィンカーが疲れてます。疲れてますね、これは。うわこれ上から見ると綺麗なんですよ。すげえ。すごいですね、ここ本当に。改めて見てもここ右ですね。はい、まだ登る登る登る。うわーすげえ。なんだこれ。なんでこんな段々にする必要があるんだろう。これ下から見てもすごいですね。うん、誰もいないですね。はい、この辺りですね、うん、ここちょっと左に入っちゃいます。もうおお、よいしょ。すっげえ、バイクでしか行けんところや。でこの辺りに止めましょうか。うお、よいしょ。崖の上上。サイドスタンド、よし。ここか。おお、田舎何もない、だがそれがいい。一番緑が生い茂ってる時期ですね、今が。ほんまサイドがやばいですね。うん、